はい、お疲れ様です。7月23日の日曜日が終わりました。お疲れ様です。今日は小学生限定大会がなぜか8人しか集まらなくて寂しかったです。夏休み始まったからどっか行っちゃったのかな、みんな。うん、で、あとはね、何の大会があったかな。そうだ、デッキトレードディールとか言ってたかな、あのスバルたちがな。うん、あとね、あの遠方からね、レモンくんとね、レモンくんとコーヒー大好きくんが来てくれたよ。コーヒー大好きくんはうちが YouTube 始めた本当の最初の頃からコメントとかずっとくれてて、でも初めて来たんだよな。うん、わざわざ来てくれました。はい、初めて対戦しましたよ。うん、こんな感じで、まあ夏休みは本当毎日誰かしら来てくれるんで楽しいですね。明日もシャマさん来るんで、またいろいろできるかなと思ってます。はいはい、あと何かあったかな、何かあったんだよな、いろいろ言いたいことはあったんだけどさ。はい、そう、昨日の動画でも言ったけどね、うちの店では大人の人でもその子供とキャッチボールができるような、子供とキャッチボールするような感覚のデュエマをしてくれる、優しい、デュエルをしてくれる大人の人を大歓迎します。子供相手に剛速球を投げるような方はちょっと別にうちで遊ばなくてもいいと思うぞっていうような感じです。それをなんかね、柔らかく言いたいんだけど誤解を受けるからな、柔らかく言いたいんだけど、いやだからさ、子供、ちっちゃい子供がさ、怪獣ごっこするぞ、わーポカポカみたいな時にわーやられたってやってあげたいじゃないか。でそれを、いや戦いは戦いですから、へいやーみたいな、こんな感じになっちゃうとちょっとね、意味わかんないからね。いや戦いは戦いなんだよ、勝負は勝負なんだけど、うん、わーって来た時にわーやられた、でもこういう風にするんだぞみたいな、その子供たちはどうやったら楽しんでくれるのかな、自分が気持ちよくなる、自分が勝ちたいんだけじゃなく彼らも楽しませてあげたいなっていう気持ちを持っててほしいなってすごく思うんだけどな。まあもちろん僕はそんな余裕があるほどの全然まだまだね、力じゃないんで、まあ僕は僕で自分の目の前のこのカードで必死なんだけどね。だから上手な人たちはさ、そういうような、気持ちでね、やってくれるようになったら嬉しいなと思って、日々、はい、店をやってます。はい、こんな感じですね。明日も頑張ります。はい、じゃあお疲れ様でした。失礼します。